太りすぎなんですか？ちょっとね、夏目先生いた時もこうやって持ち上げて、ウエストよりもな。1個にして待っとってな。うん、30分ぐらい。いや、15分で帰ってくるわ。サムジ、えらいね、えらい。サムジ、持ってきて。サムジ、持ってきて。はい、じゃあ大丈夫だ。どうですか？かわいい。かわいい。甘いもじゃん。サムジ、ご飯食べんの？サムジ、気持ち悪い？ちょっとぷよっとしますけど、はい、あのまあ、そのうちなくなるの で、はい、で重力で垂れてきてちょっと脇あたりがぷよぷよしたりもします。あ、なるほど、なるほど。画像上の異常所見はなくて、はい、これ胃ですけども、はい、胃の中にちょっとこの部分はガスが溜まってるだけですけど、はい、若干液体貯留、ここですね、液体が少し溜まってます。で、ちょっと邪魔しないでくれる、最後の時間を。ねえ、サムジ、あ、サムジ、あ、行かないで。お母さんどうした？ねえ、あー、来た。
来たね。あ、今キャリーがあればいけそうなのに。今連れてこ、もうこのまま連れてっていいのであれば。めっちゃちっちゃいね。保護しました。3文字声するね。かわいい、めっちゃかわいいんだけど。固まってますね。うん、うん、0.82 って感じですね。あ、そのとりあえずお家でこう、まあ、一応飼育される予定ということでよろしいんですよね。あ、そうですよね。はい。で、あの、まあ、しばらくはサモジと隔離して飼育していただいて、はい、あとさっき本当が合いません。あった、変わったね。そう、君はホタネだよ。あ、いや、存在自体はお互いなんて、なんとなく分かってる。なんとなく分かってますね。まあ、こっからやね。そうです。2.4 キロね。2.4 キロ。おぉ、すごい。すごい、めっちゃでっかくなったね。じゃあ結果ですね。大丈夫でした。あ、終わった。上が猫エイズウイルス、下が猫白血病ウイルスの検査です、それぞれ。で、3のラインは誰でも出るライン、はい、2のところにラインがもう1本出てしまうと陽性という評価になります。はい、いけるかな。あ、やっぱりない。ないだ。はい、頑張ります。終わった。今から対面するよ、ついに。はい、初めて来ます、ついに2ヶ月。固まる。あ、来た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 。あ、写真撮る。どう？喧嘩はしてない。これちょっとじゃれてるやつね。あら。仲良く並んで寝始めました。あれ止まるよ。あ、違う、出てきたら何もない。あれおかしいな、めっちゃ低いし、腰低い。かわいい。
人気者のサモン氏。あの微気肝炎というんですけども、はいはい、あのいくつかのウイルスが関わっていることがあって、うんうんうん、その中のヘルペスウイルスっていう、ゴロゴロ言って